はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はというか本日の動画もラーメンでございます。まあ普段ね豚骨系を食べることは多いんですけれども、純粋なね豚骨系ってなかなか食べる気がないんですよ。で本日伺うお店が博多長浜ラーメン風神さんというお店でございます。マックスさんとか大食いの方もねちょこちょこと動画にされておりまして、僕もねずっと気になってたんですけれども、本日ねやっとお伺いすることができます。豚骨ラーメンと言ったらやっぱり替え玉だと思うんですよ。で一応ね僕も大食いなので、この替え玉チャレンジというか、まあね一杯あくまで美味しくいただきたいので、ちゃんと美味しくね替え玉がいただける限界の杯数を調査していこうと思います。まあね博多ラーメン系ってまあ卓上のアイテムとか、そのね風神さんは味変のまあアイテムなんかもあるみたいなんで、そういったものを駆使しながら一杯でねどれだけ美味しく替え玉がいただけるのか調査していきたいと思います。はい、ってことで、そんなこんなでね、もうナビ的にはお店がね、あと2、3分で着くぐらいなんですけど、結構お店周り住宅街ですね。いやー、やっぱ埼玉は走ってると気持ちいいね。お店見えてきました。あ、ここか。はい、到着でございます。よいしょよいしょ。ただいまね、着きました。風神さんでございます。でも後ろに見えておりますね。ちょうどね、お約束の時間に着きましたので、早速ね店内に入りまして、美味しい豚骨ラーメン食べていきたいと思います。ただいまね店内に入ってまいりました。いやもうね2時なんだけど、もう超人気店でお客さんはほぼ満席状態でございます。店内が豚骨のいい匂いで空腹がね止まらないので、早速ね注文していこうと思います。でこちらの風神さんね、まあ、カウンターにも書いてあるんだけど、呼び戻しという、まあ、豚骨のね製法を使ったラーメンでして、普通だと、まあ、スープ使い切りと言いますか、まあ、継ぎ足しではないんですけれども、この呼び戻しという方法は、まあ、同じ釜にね、まあ、継ぎ足しで豚骨とスープを混ぜているので、どん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 ね火を追うごとにさらに美味しさが増していくっていうスープなんですけれども、この店内の匂いたまんないっすよ。やっぱりね呼び戻しスープはもう豚骨最高にうまいんで、もうめちゃめちゃ楽しみでございます。あーすいません、ありがとうございます。いいチャーハン盛りとってだけだと、ネギチャーシューに海苔とキクラゲトッピング到着いたしました。今回ね麺は普通で注文させていただいております。早速ではございますが、いただきます。で今回はこれ一緒に魚そぼろも注文させていただきました。ちょっとひとまずスープからいかしてください。うわーうまそう。おーうまっ。あれ声出ちゃった。うんうまっ、うん、あ、はい、ちょっとね店員さんにあのご指南いただきまして、このねそぼろの食べ方を教わりました。これねスープを3分の1ぐらい器に入れて、これ溶くらしいんですよ。で溶いたそのそぼろのスープにつけ麺風にね麺をつけて食べるのがいいそうです。もうただまずはねちょっとデフォルトを食べてないので、デフォルトいきましょうか。うわちょっといただきます。細麺らしい乾水の香りがしっかりして、そのね香りがスープとめちゃめちゃ合いますね。うん、うま。豚骨感は濃厚なんだけど、全然ね雑味がなくてすっきりしてるんだけど、超ど豚骨って感じ。うん、ちょっとね今麺のこのインサート撮影しようと思ったんだけど、掴んだチャーシューが柔らかすぎて、もうホロホロ、チャーシューとして原型をとどめてないもん。柔らかすぎて。チャーシューはねこんな感じでございます。これ絶対うまいよね。ちょっと麺とチャーシューと絡めさせていただきまして、うん、うまっ。うまー。またねこの骨と違った肉のうまみ、これたまんないっす。うんうんうん、あとキクラゲのコリッとした食感もいいよ、ものすごく合う。
そしたらね、この元々入った麺、終わりましたので、そろそろ替え玉に突入いたしましょう。したらすいません、替え玉を普通でお願いします。替え玉したから具材食べちゃいけないんだけどさ、美味しくて箸が止まらない。ありがとうございます。貝玉1杯目到着しましたよ。これしっかりとね、これスープにあえていきまして、うわこれ今ちょっとサービスでものすごいチャーシューいただきましたこれやばいな、これちょっと貝玉とよいしょ、うん、うん、うまっ。まあもともと入ってる麺ももちろん美味しいんだよ。でもこの替え玉にするとスープに使ってないので、そのね、かん水とか麺の香りがより感じられて、替え玉も替え玉の美味しさがありますよね。そしたらいただいたこの魚そぼろ、これもねちょっとつけさせていただきましょう。よっ、おい、うわ、もともとスープも濃いのにそぼろとかが入ってるから、もう麺がね沈まないぐらいの粘度になってます。うわこれやばいね。いただきます。うまっ、これやば、うん、このね魚粉の感じと、もちろん肉そぼろの旨味もあるし、ピリッとした辛みに、それがね普通のこのラーメン食べるのと一味変わりますね。うん、ちょっと海苔もいっちゃおう。うん、これごめん今気づいたんだけど、これサービスで味玉もいただいてるかもしれない。ありがとうございます。うん、じゃあもうこれ1個目のね替え玉もないので追加しちゃいましょう。すいません、はい、替え玉、バリカタでお願いします。はい、お待たせいたしました。うん、ということで替え玉2杯目到着でございます。まだねスープも具材も全然ありますね。てかこのさつけ麺をしたらこれマジで無限ループじゃない？うん、うますぎと海苔とあえて、ちょっとね、うまくて忘れてたんですけど、そろそろ卓上調味料を使っていきましょう。これ、卓上もすごい豊富で、タレとかニンニクはもちろんなんですけども、からし高菜とか紅生姜とかごまとかね、いろいろあるんで、お好みでカスタマイズしてもいいですね。ひとまずね、こちらのからし高菜で。うん。プラスこれ、ニンニクと。でも替え玉も2杯目なんで少々ね味が薄くなってきましたんで、このラーメンタレもかけていきましょう。いやこれ見てくださいよ、からし高菜とニンニクのコラボレーションたまんないでしょ。ただいまね2杯目完食いたしましたので、3杯目の替え玉も注文していきましょう。すいません、はい、替え玉普通でお願いします。はい、マジでねこんなうまいのかって思うね、たまんなすぎる。はい、3杯目到着でございますね。だからもう3杯目にしてね、さすがにちょっとスープがなくなってきましたんで、これそぼろの漬け汁の方をメインで食べていきましょう。よいしょ、うん、何回言ってもうまいわ。うん、うん、うん、ということで今ね3杯目完食いたしました。さすがにねちょっともうこれ上から見てもらうと分かる通りスープがねほぼないので、次が替え玉ラストかな。もう今日はね、まあ一杯ではあるんだけど、替え玉でね、もう結構食べてるじゃないですか。でもね、もう足んない。全然足んない。スープがあればもっと食べたい。ありがとうございます。ありがとうございます。
で今回ね、さすがに替え玉これで最後にしようかなとは思うんですが、普段もですね、お店さんの方では3玉目以降の替え玉については、まあ、スープ替えっていうサービスも行っているらしいので、スープ足んないなとか思った方はそういったサービスで、ね、利用してもいいかもしれないですね。ただまあ今日はあくまでこの一杯注文で替え玉が何玉美味しく食べれるかっていう調査なので、今日はねちょっとその替えスープっていうのはいたしません。最後はね、残ったトッピングと一緒に味わっていこうと思います。こういったさ、豚骨系のお店の麺って正直ね、スープがなくても美味しいです。これもね、サービスで提供されている肉混ぜそばを一口サイズでね、ちょっといただきました。これもいただいてみたいと思います。うわ、手油の旨味とか甘みが効いてますね。おいしい。ありがとうございます。はい、めっちゃうまそう。締めこのね、魚そぼろとかを注文したお客様のみ限定で頼めるカレーご飯という締めのメニューがあるんですけれども、今回ね頼むのがそちらのメニューでして、今ね店主さんにもお作りいただいたんですけれども、この、ね、残った具材の方にこの添付されているカレーペーストや、まあ、スパイスにお肉や具材等を入れて、でこのメニューはね、スパイスカレーって普通のこのルーとカレーのもののカレー系ってよりかはスープカレーをイメージして作られたらしいので、この、ね、ご飯にドボンとか全部かけるわけじゃなくて、こんな感じでね、レンゲでご飯をすくってカレーをつけるっていうようなイメージで食べると一番美味しいらしいです。うわー、ちょっとさ、これですよ、絶対うまいでしょ。すいません、いただきます。うまっ、なんだこれ。ちょっとこれはね、このそぼろ系メニュー頼んだお客様は絶対しないとダメだと思う。ちょっとこのいただいた味玉も一緒にね、こうすくってこんな感じで贅沢にいっちゃってもいいですか。もう言葉はいらないですね。そしたらこれがね、最後の一口でございます。美味しかった。感謝。ということで、本日ね、こちらの風神さんで美味しい豚骨ラーメンいただいてまいりまして、替え玉検証ってお話はさせてもらったんですけど、僕自身ね、トッピングももちろん追加してましたし、店員さんからもね、いろいろサービスいただいたので、この検証結果は正しいかどうか分かりませんが、お腹にね余裕がある方はぜひこの替え玉もね、いっぱい食べてほしいなと思います。またね、この今日紹介したチャーシュー麺、細麺ではあるんですけれども、細麺がね苦手な方に向けた中太麺なんかも変更ができたりとか、油そばとか混ぜそばなんかもあるみたいなんで、気になる方はねぜひそういったメニューも試してみてください。で、ね、ここまで食べて思ったのが、まあさっきもお話しした通りね、やっぱ極論麺も美味しいから、まあ、スープがなくなったとしても具材と一緒に食べた時にしっかり美味しいです。また今日頼んだカレーご飯以外にも、まあ、チャーシューご飯だったりとかいろいろご飯物もございますので、好みのねトッピングやカスタマイズを見つけて自分に合った美味しい豚骨ラーメン食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。こんなことと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いいたします。じゃあね。